はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずサブイベントは全部こなした感じですね。ジョブが一通り揃ったといっても、まあまだ他のジョブもありますけど、サブイベントのジョブが一通り揃ったところで、まあ本編の方ですね、進んでいきたいと思います。なのでこっち行きましょう。これは浮遊城かな。いや違うな、時の羅針盤を取りに行くんだ。そうだそうだ、ここもスイッチか。ちょいとめんどくさい、エンカウントがなくなってるんで。そういやレベル上げをちょっとしたんで、またジョブの編成が変わってます。まあそれは戦闘するたんびに見ていきましょう。これはこのままでいいのかな、赤いやつは。そしてここにも青宝箱はあったかどうかっすよね。忘れたなぁ。あったー、あそこに宝箱らしきものが。とりあえず向こうへ向かっていきましょう。ここの敵はどんな感じだ。お、兵士だ。女兵士がいる。砂漠の兵士か。やっぱティズのね、弓がね、超強いんすよね。あれ？なんだ？カモフラージュ。うお、めっちゃミスる。しかもカウンター仕掛けてくるか。ただこいつも超強いな。うわぁ。フォークアイつけてこれか。一回ミスると、もう全段ミスるって感じか。フォークアイとか関係なしに。さあ、この青宝箱には何が入っている？ガシャコンと。エアナイフか。今忍者がいるからな。どうだ？エアナイフになった。この、なんて読むんだろう。同志摂暗光みたいな。和の国の宝。超強いな。ハイポーションで隠しちゃおう。で、あとはあそこの、これをあげないといけないんで、そうか、めんどくさいね。一回これか。赤を下げて、緑を上げて、赤を上げると。まあでもここも推奨レベルが53までですからね。もうすでに65レベルとかだし。サクサクレベルが上がるのはいいっすね、このゲーム。レベル上げをまとめてやろうとすると。エンカウント率も操作できるんで。おお、連戦の予感だ。ただどうしようかな。ユウとマグノリアか。間違えた。おーらおーら。おー、エアナイフ。めっちゃ風だ。なんか強そうだな、風で切り刻むみたいな。てか、U で無双できたな。おっとっと。おーら。なんー、ちょっと、斧が弱えぞ。斧二刀流にした方がいいのか？今、両手持ちだからな。いや、でも二刀流にするとな。二つ使うからな、コスト。こっちじゃないし。そこがやっぱり悩みどころっすね。忍者はもともと二刀流がついてるんで、コストが2つ浮くんで、だいぶいい感じで、いろいろつけられるんだけど、ここどうすんだっけ？この青いやつだよな。なんかめんどくせえな。あげといてもらえればいいのに。戻されてるとは。おらおら、強い。67レベルか。ここを上げると、いや、宝箱に行き着くだけだな。ここは下げといていいな。赤いやつは？下に青いやつがある。
これを下げないといけないんだ。ってことはここから赤へ行って赤を下げると。一旦やったダンジョンだけどもう忘れるな。でこっちから青を押すと。お前ら帝国兵ごときじゃ相手にならん。ほら、よし、オッケー。で、時の羅針盤のところで、またなんかボスが出てきそうだな。猫と、猫と誰だ？猫だけか。一応セーブをしとこう。この先は危険だぜ。どうしようかな。テントで休むまでもないな。アイテムで回復させるか。ハイポーション。これで大丈夫でしょう。あ、そうだ。これをいちいち押さないといけないんだった。ガシャコーンと。そうそう、これ時の羅針盤。なんでこんなとこに置いてあるんだっていうのもあるけど。やった！時空の羅針盤か。またパクられんじゃねえの。なんでいちいち掲げるんだよ。よし、よし、これを奪う。絶対パクられる。パパに渡そう。何？まさかそういうオチか。信じられぬほどの大役。いや、これはやられたな。あれ、乗り移られてたか。こいつらか。でかしたそれ。こいつら二人相手にすんのきつくね。ではかけるぞ。いや、逃がさん。待て。あ、逃がすの。あ、逃がしちゃったよ。これなんかあんまり急いでる感が出ねえな。いかに反省するかじゃなく、足止めか。お、元帥。これは違法だよ。エタルニア公国軍元帥。さすが元帥だ。公国軍精鋭500名がこの地を。お父様な。聖騎士様。なんでだよ。お前も手伝えよ。おお、戦うのか普通に。こいつら二人かきつそうだな。時空の羅針盤、私。これは我ら親子。そうだそうだ。この腐敗に。どうすか。とりあえずデフォルト。で、こいつどうしようかな。エビで対応する。で、こいつはどんどん補助魔法をかけてこう。まずは、フィジカルガードで上げて、ほら、反撃 !8000! オッケーオッケーオッケー。おっしゃおっしゃおっしゃ。アホだこいつら。さらに、フィジカルアップ。魔法使ってきたっけ？なんかあんま覚えてねえな。乗り移っては来そうだけどな。アンドゥーヒットポイント。全開になっちゃったよ。悲しすぎる。エビで対応つって、まだいけるな。どうしようかな。魔法防御。失敗することのあるアビリティ成功率上げる。意味がわからん。5ターンの間、全属性の攻撃力を上げる。お、これいいかもしれない。私、なぜあの依頼を受けてしまって熱を出した息子を残し、とある少女悪魔バラ。しかし少女に必要だったのは儀式ではなく
治療と核。あれこいつあいつじゃねえの？反対を押し切ってでも主張を通っ。その子。負のは成果。のちに。何？なんだ。うわあ、ヒットポイントが元に戻った。こいつ鬱陶しいな。先に始末するか。ガイストだな。で、こいつはとりあえずもういつも通りエビで対応する。で、月魔法でフィジカルアップだな。ウルフハングのバイソンホーンのウルフハングのバイソンホーンと。よし、これでいくつ当たるんだ。マゴ娘を案じる愛情深く宝を教団に献じようと死病の娘の気すべて見通している。そうそう、誰も失敗だ。結構恨んでるな。ほら7000。よしよしよし。弱い。一つ、世界疫病を止められなかったことへの贖罪。もう一つ。すまなかった。そんな体にしてしまった。アルフォンス、すまない。お前を置いて家を出て戻ったのがそこだ。おお。お前のかすかな魂が魂を持っていてくれた。魂をつなぎ止めた。パパ、私は。その魂を鎧に定着させた。錬金術師だな。牢獄にもう。お前は逃げろ。ありがとう。親子愛だ。だが俺は容赦はしない。強い。ほら。お前を回復するやつは誰もいないんだ。これもういいんじゃね、ブレイブって。バイソンホーン、ウーファング、バイソンホーン、こいつもブレイブかけよう。で、倍撃を3発打って、で、そこからエビで対応すると。で、イデアはイデアでフィジカルアップは大丈夫っしょ。回復をさせとくか一応。あ、ホーリーだな。こいつも攻撃にかかろう。もうホーリー連発しよう。よし、このターンで全てを決まる。決着をつけるぞ、アルフォンス。これで終わりだ。おーら、9990。ああ、一発で倒した。弱かったな。てかこっちが強すぎだな。マルチバースト。あ、カリウド極めちゃったよ。弓強かったのに。もう疲れた。初めに言ったでしょ、あんたもレブナントも羅針盤を失えば。あんたの願いは時空の羅針盤を釣っても、それはいいなよ。いいわけないだろ、うん、そうだ、いいわけないぞ。私はすまなかった。どんな姿で。パパ、元に戻る方法はあるぞ。真理に触れるんだ。真理の扉を開くんだ。よかったではないですか。失う前。お前何シャシャリ出てきてんだよ。何もしてねえだろ。あなたが聖教にその名を轟かせたかの伝説の聖エクソシスト。そのカビ臭い異名を知るのは。何何、知り合い。あなたが教団に急報を入れてくれたおかげで。それでもあなたの一報がなければ疫病の。そうか、さあ。では。いやー、あの鎧すげえな。レブ、ちょっと待って。小さい頃の私は、そうだから、信じていたものとは。お前も父親離れするんだ。とても後悔したわ。あれ、父親離れするんじゃねえのかよ。うん、
親離れしろってことだよ。いろんな人と出会い、きちんと話し、きちんとお父さん、そしてあなたも。こいつ流されるまんまだな。自分の意思はないのか。良い娘だな、不祥の。さて、ええ、オッケーオッケー。これを使って、これを餌にするんだな。皇帝たちをおびき出すわよ。でもどうやって帝国にこの持ってけばいいじゃん。それはね、え、そちらの状況は。おお、神泉と話すの。こうか。もし、もしもし。完全に電話だな。もしもし、もしもし。こちらは無事。うん、そうか。ちょっと問題が生じた。お、なんだ。何かあったみたいです、ね。いや、問題言ってくれよ。行きましょう。なんでいちいち現地集合にするんだよ。ああ、帰ろう。テレポストーン。7個か。OK。で、どこに向かえばいいんだ？あそこか。これ、湯船で寝れないのかな？ちょっと回復はさせたいな。これで湯船に入れないのかな？ほい。船の中、オート操縦って何？どこ連れてかれんの？あ、多分町とかを選ぶんだな。湯船で寝られないのかな。ちょっと寝かしてくれ。いやー、おお、ある。少し休む。ただだか、これ。さすがだな、この戦艦。あとこれで道具屋と武器屋と魔法屋があればインビジブルと同じなのにな。デブチョコボがいねえか、まあ、そもそもこれにデブチョコボがいないからな。発進。まあオート操縦は意味ないからいいでしょう。やなくて。よし、ちょっと待ってね。これ何、どこだ、ここ、なんだっけ、ここ。一回セーブしよう。何のダンジョンだ。わあ、フローウェルの花園。全然行ってねえな。初めから探索しないといけないのか。そうするとアイテムが、うわー、これ見逃しに落っこってると思ったらやられた。罠にはまった。あれ、毒消しじゃなくて沈黙か。やまびこ草が1個しかなくなる。これなんだ、あれが必要だな。最初からウルフをちょっと外すか。いや、ちょっと待って。物理攻撃 20% アップを外して、ケンケンパにしよう。初めて使うな、ケンケンパ。これで大丈夫なはずだ。ちょっと行ってみよう。オッケーオッケーオッケー。さすがケンケンパ。たかだかケンケンパをするだけで。どういうケンケンパだ？エーテルターボ。よし、5000円ゲット。第一のハンマー、2000円だな、これ。あそこにも宝箱が見える。でも逆側から行かないといけないのか。うおー、こいつらなんかめんどくさそうだな。吸い取ってくるやつじゃねえのか。一回ずつ攻撃しよう。ちょっとめっちゃ吸い取られたらやだかんな。ラフレシア。うわ、吸い取っては来ない。いや、よかったよかった。じゃあ遠慮なくぶちのめすか。この反撃してくるやつらがちょっとね、いるとめんどくさいんですよね。ラフレシアにしてはなんか可愛いな。もっとごっつい花のイメージがあるのに。あ、そうだ、これだった、忘れてた。お、木々が出てきた。マーダープラントってどうしようかな。ホーリーしかないからな。ほらほら、くらえホーリー。
2800。80を使うマジックパワーじゃねえな。あ、狩人マスターしてたんだ、忘れてた。狩人変えねえと。変えたくないけど。変えたくないけど、狩人変えよう。トマホークなんていいんじゃないかな。どうしよっかな。文句にしてみよっかな。素手か。なんかこれだっていうのがないんだよね。格闘の心得。海賊はいるしな。ガーディアンか。どうなんだろうな。ガーディアンにしてみようかな。で、ちょっとガーディアンの装備を整えると。槍か。20% ウーフバラージホークアイ、もういいや、これでめんどくさいし。ほい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 と。何個使ってるんだ、ハイポーション。で、こっちから宝箱をゲットと。ドワーフグラブ、何？何の効果があるんだ。器用さが大幅に上昇。いいね。器用さ。いねえし、器用さのやつが。これ変えよう。精神パワーリスト、これだな。弓だったらな、器用さが大幅に上昇してめっちゃ強いみたいな流れになったんだけど、やっぱり銃にしようか。デモンスタッフ、あれこいつこんなの装備してるぞ。この最強装備の判断基準がいまいちわかんない。落ちてるものを拾おうとしたら、なんだこれ、カプじゃねえの。カプコ、カプコン強い。くらえ。うおー、マジックパワーが減っていく。みるみるうちに減っていく。いやいやいや、強いだよこれ。帰ってったよ。なんか特段すげえって感じでもないんだけど。やばいやばい、マジックパワーの減りが半端ない。ホーリーとか言って。あれ、ちょっと最初のマップでまだ宝箱を取り尽くしてないぞ。宝箱を漁らなくては。ダウジングをつけてないから宝箱があるんだかないんだかわからん。げっ、なさそう。無駄足だった。ダウジングね、コスト1使うんで、もう今コスト1すら。やばいやばいやばい。またホーリーが発動してしまう。ホーリーが発動する前に何とかするんだ。頼む。マンノリア。オッケー。もうマジックパワー不足なんだから。魔法はマジックパワー消耗する割には大した威力じゃないっていうね。もう少し優遇してあげてもいいんじゃないか。怒ってる。バニーユ。でもこれだけジョブが多いとね、やっぱりいらないジョブとかどうしても出てくるんで。おっとっとっと。戦う。間違えた。マジックは110ってホーリー一発撃ったら終わりじゃん。こいつ勝手な、リンゴ系硬い。斧の場合は、おーっととっと、やばい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 。うおー、マジかー。こいつでどうしろってんだ。とりあえず、エスナ。おお、ケアルがまた甘い顔でやられた。いや、やばい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 、これやばいだろう。エスナエスナ、
2両やべえな。行って倍撃食らったよ。しかも倒せねえし。よし、こいつ弱い。ここでは斧が役に立つな。魅力くんマジやばいわ。エクスポーションがねえな。とりあえず突き進むか。あ、早い、もうメインがある。宝箱は回収しましょう。バテストクロー、文句いねえし。武器の種類が多いのも考えものっすね。いらん、あれなんだ、あんな家あったっけ。おっ、村正、誰かいるか。おお、村正になった。てかナイフが弱いのか、そもそも。人がいっぱいいる。わあ、出たー、カプ。カプ逃げよう。撤退する。逃げ切れた。これ結構逃げられる確率が高いっすね。ここにもアイテム。命綱、何命綱って。リレーズとか。こいつなんでブラックベルト装備。あ、そうだ、あれか、命綱。ゴーストの向こうかかよ。にらん。お、ちょっとここで回復しよう。この先は危険だぜ。またのほほんとここでテントを張るのか。それにしても欠けたペンダントをこんな風に使うのなんて。なるほどね、スキップしよう。ってことはボスか。またこの先は危険だぜ。まあこの編成でケンケンパを外すか。最初からウルフにしとこうっと。ケンケンパを外して、最初からウルフじゃなくて攻撃力アップだ。行きがけのダチンでもいい気がするな。刀の心得、適正 S になる。今刀装備してるしな。どうだ、 S になってる。これにしよう。よし、来たぞ。おお、来たか君たち。師匠、何ですかこれ。え、なんだ、よくはわからないが、何、パンケーキ屋、こんなところにできたのか。大変美味なパンケーキ。甘党の私としても大いに興味を惹かれ。なるほど、パンケーキ屋やつか。いっぱいいる。ちょい、あ、死ぬほダーリン、死ぬほりゃ、ゴーゴー。こいつらと戦うのか。最近二人がかりで来るな。ダチが来ませんね。押し通る。まあ、小さいこりゃ。あれ、知り合い。あ、そうかそうか、まだ会ってはないのか。何ですかエイミー、こいつらは夢の中のあの連中じゃないですか。ひどい言いようだな。うちらこの間二人で同じ内容の夢見たんで。夢の中で読んだ私も考えを改めまして。おお、エイミーとこの店を始め、いいんじゃない、ほっといてこいつら。これが大盛況でから、うちバリス。ねえ、どうやら俺、それにして、そうだな。それじゃあ、お、いいんじゃいいんじゃん、そのまま。僕らは先を急ぐから。そんな、いや、ほんと、いいから待ちなさいって。ちって何？夢の中とはいえ、これひどくない？このムカつきと、かすかに感じるこの恨み。お、やっちゃう。へぇ行きますよ。おっしゃ、うちらの。これもまたどっちかを先に倒すか。パンケーキ屋がうざそうだな。ちょっとちょっと、お店開いて私た、そうダーリン、うちの故郷のこの森に。あ、ここが故郷なんだ。出会った場所、私とハニエイミーが、え、うん、いやじゃねえ、人前じゃ名前で呼ぶ言うた、恥ずかしい。うん、仕方ないわね。上の相当手ごわそう。一番上のやつと一番下のやつやる気満々だな。気をさーてと、どうしようかな。
攻撃回数を上げる。そのターンの攻撃回数か。とりあえずデフォルトするか。こいつはどうなんだろうな。エビ隊でいいのかな。まあ強化はしとくか。フィジカルガード。エイミーが攻撃をしてきそうだからな、普通に。ソフトケーキ。あ、いた。ファイアヘッド。鬼マジかよ。エビ隊にして、フィジカルアップ。で、こいつもちょっとまだデフォルトだな。うお、めっちゃやってきたよ。めっちゃ使ってきたよ。ファイアケーキ。あ、いけいけいけ。これ、うおー、くらえ。うおー、くらえ。マーベリック。いってー。一気にピンチになったな。ただ先にこいつを殺せそうだ。ウルフパンク。ちょっと待って。これ使ってみようかな。攻撃回数上げるってやつ。ちょ、待って待って待って。ブレイブしてから。攻撃回数を上げて、戦う。で、こいつちょっとまずいな。ケアルが。ブレイブで、勝利はちょっと意味ないな。ウルフファングからのバイソンホーンからのウルフファングと、これでいいっけ。攻撃回数アップ。おらららら、ら16回ヒット出たー。バラージファイヤーケーキ。これ何なんだよ。攻撃は食らわないよね。超回復するんだけど弱い。攻撃力が弱い。ただこいつの、まだこいつマイナス1になってるから、ここはちょっと攻撃を挟むか。デフォルトして、やっぱりフィジカルガードだな。こいつどうしよう。弱いぞ。ジョブによってマジめっちゃ攻撃力下がるな。おららら、おららら。もっと12回ヒットは出んのか。でちょ、683。弱すぎる。なんという弱さだ。エビで体を釣って、行動速度を上げて、攻撃回数が増えるのかっていうところだよな。いや、違う。攻撃回数は別で魔法があったはず。なんで、マジックアップじゃなくて、ちょっと待って。なんかめっちゃ弱点になってんだけど。全属性無効。よし、これにしよう。で、デフォルトと。エレメントバリアー。ゴーストケーキ。やべえ、ゴーストになる、これ。おー、ゴーストになった。マジか。やばいぞ、これは。一応、デフォルトができる。魔法瓶。対象のゴースト解消。いやー、これちょっと一回デフォルトじゃなくて、ブーストかけて、回復させよう。いや、まさかこんな技を使ってくるとは。痛い。シュライク。で、ケアルガト。デフォルト、ブレイブ。いや、ブレイブ一回取っとこう。で、倍撃。で、エビで体を釣って、こいつはデフォルトしとこう。来るぞ。いた。来ない。無駄。よし。あとはこいつもう雑魚じゃね？なんだこいつ。おら。さあ、攻撃開始だ。攻撃回数を上げて、戦う。こいつはエビで体を釣って、隙魔法のフィジカルアップ。いやー、こいつ弱えわ。ほんと弱い。霊力ってあったな、そういえば。なんかちょっと見てみようって。全然ダメじゃん。そうすると、バイソンホーンとウルフファングの連続か。ジョブ変えよっかな。フィジカルアップ。エビで対応する。
ほら行くぜ。5000くらいか。うっ、超強い。オッケー。守護霊。あ、補助長期化もいいな。つけたいな。ハグいいの。ハグいいのってどういう意味？まさかうちらがやられるた。大丈夫。お客さんすぐに戻ってくるわ。まあ確かにね。ダーリンの。エイミー。だ。はいはいはい。じゃあね。あ、どこ？なんかいいとこあんの？ん？ガテラティオの。ゼネオルシア家、あなたのその腕前ならばきっとガゼ、そこのアルフレッドって人に声をかけてくれれば。まったく、ここを通り、ありがとう。さ、もうダーリン、それじゃそっちもね。うん、すげえ恩和に終わったな。では行くか。お前は何しに出てきた。本当だよ、どこ行ってたんだよ。パンケーキなる。食べてたんですか。お前ゴーストになるぞ。ヨーグルト。ん？これでこの家何なの。こんなところに作ってよく作れんな。パンを、食材とかどうしてんだ。あれ、猫がいるよ。今度は連戦か。そうすると、まあ、あんまり減ってないけどさ。上泉は猫にやられたかな。ここには世界中から猫が集まって、いわば猫の総本。なんだそりゃ。いや、やつが出てくるに決まってんだろう。どうしようかな、セーブしようかな。負ける気はしないけどな、はっきり言って。マグノリアのマジックパワーを回復させて、よし行くか。こいつ、まあ、戦いにならなければそれでよし。椿ではない。久しぶりだな、椿。師匠、ここ総本山であったのか。よーし。いや、椿は凶暴だぞ。やられるぞ。また群れから追い出されてしまったのか。一人ぼっちで寂しそうにして、仲間から捨てられた心の傷のせいか。どれ。なんでそんなもん持ってんだ。よーし。思い出した。全然ダメだね。何なのよ。さて、ここで何してんだ。何？君たち時空の羅針盤を手に入れただ。遅っ、情報。それを帝国に奪われたら大変ではないか。早く隠さなければ。そうだ、フロエルの奥地、サジッタの里にでも隠してしまおう。にゃおにゃ。何言ってんだこいつら。成功したっぽいわね。敵の中に猫たちのネットワークを使って。あー、なるほどね。情報を集めている子がいたわよね。な、おびき寄せるってことね。こっちも準備ができたぜ。いつでも来てくれ。オーケーオーケー。大掛かりな小芝居だな。じゃあ皆さん、作戦が終わるまで椿と情報漏洩的に連れてはいけないし、カッペンダントを通して。わかりました。 OK だ。戦闘にはならなそうだな。多分サジッタの森で戦闘か。騙したなみたいな。テレポストーンで帰ろう。はい、というところで、じゃあ次回サジッタの森へ行って、まあ多分猫戦かな。だいたい今回2人ずつボスキャラが出てきてるんで、猫と誰だろう、ちょっとわかんないですけど、次回そこからやっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。